こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターワイルズのベータテストの環境における、この捕獲用麻酔玉ですね。これの効率のいい集め方っていうのを、最終ポイントのリポップ時間の15分をスキップする方法も含めてご紹介させていただこうかなと思います。 でまず初めにこの捕獲用麻酔玉を、ね、集めるときの設定でおすすめな項目がありましてそれがこの自動調合機能になります、まあ、やり方としてはこのオプション開いた後にリストから調合ですね、まあ、この中から捕獲用麻酔玉を、ね、探していただいて、まあ、この状態で右スティックを押し込むと自動調合というのがオンになります でこれをしておくことによって手元に眠り草と麻ひだけが揃った瞬間に自動でね、調合してくれますので捕獲用麻酔玉をたくさん集めるときはこれをね、しておいた方が楽かなと思います次にこの捕獲用麻酔玉の調合で使う眠り草と麻ひだけのね、効率のいい集め方についてなんですがまず麻ひだけですね、に関してはここの13番ですね、の,この湖の近くにありまして、まあ、これですね、これが麻ひだけになっています なので、まあ、ここにね、まず右スティックを押し込みでピンを刺していただいて、その後、近くにあるキャンプがここですね。まあ、このエリア16の北西部にファストトラベルですね、バツボタンで飛びます。で、そうすると、セクレットでね、移動するよりも早くね、移動することができますので、あとは、十字キーの上をね、押して、自動でね、セクレットに向かってもらえます。そしたら、これで、マヒだけのところに到着しましたので、まヒ、あ、だけを採取します。そしたら、次は眠り草になるんですけども、眠り草はここですね。 この10番の下の方に眠り層がね、出るようになっていますので、まあ近くのここですね、このエリア級の見晴らし丘にファストトラベルで飛びます。で、これで飛んだら、あとはさっきと一緒ですね、眠り層のところに右スティック押し込みでピンを刺してあげれば、あとはこのセクレートのオート移動ですね、で連れて行ってもらえます。で、これも同様でね、R1 長押しすれば、まあこんな感じでね、ダッシュしてくれますので、早く着きますね。 で、これで眠り草をね、採取してみるんですが、採取したら自動調合しているので、捕獲用麻酔玉が2個ね、自動でできましたよね。で、これで今、捕獲用麻酔玉が手元に2個ありますよね。で、ここで注目していただきたいのが、このね、リポップ時間なんですけども、眠り草があと13分40秒ですね。でもともと15分なんですけども、まあ、それまでね、採取ができませんっていうことになっています。で、同様に先ほど取った麻痺だけもね、あと11分取ることができませんよっていう風になっているんですが、 ここで、このセクレートからね、バツボタンで降りまして、このアルマにね、話しかけます。で、クエストカウンターっていう風になるんですけども、まあ、これでクエストの受注ですね。で、適当なクエストをね、1個受けます。で、クイックスタートをですね、することによって、まあ、この地点からね、一気にチャタカブラのクエストに飛ぶことができるようになっています。で、これでね、今、チャタカブラのね、クエストが始まったんですけども、 これでマップを開いてみると、まあ、こんな感じでね、眠り草とかがまた採取できるようになっていますよね。まあ、先ほどのま、日だけも同様で、まあ、こんな感じでね、採取ができるようになっていまして、先ほど取った捕獲用麻酔玉もアイテムポーチ見てみるんですが、まあ、こんな感じで2個ね、持っています。で、あとはさっきと同じ手順でね、また2個集めるだけなので、まあ、次眠り草からやってみるんですけど、見晴らし岡にね、ファストトラベルします。で、眠り草ですね、右スティックを押し込んで、まあ、実際にね、採取できるのかっていうのをね、見てみるんですけど、まあ、ここですね、眠り草 がままた採取できるようになっていましていし次に日だけですね、これも同様にここにファストトラベルします。で、実際にね日だけのところに行ってみるんですけど、まあ、こちらですね、採取ができるようになっています。で、これで採取すればまた自動調合でね、4個に増えたと思うんですが、これでアイテムポーチ見てみます。で、これでさっきね、取ったやつと合わせて、まあ、捕獲用麻酔玉が4個になってますよね。でそしたら次にやることとしては、またアルマにね、話しかけまして、 クエストから帰還ですねっていうのをしていただきます。で、これで戻ると何もね、クエストを受けていない状態に戻るんですけども。 まぁこちらですねで帰ってきましてまぁ、あ、さっきねチャタカブラのクエスト中に取ったここのね捕獲用麻酔玉も持って帰ってきていますでさらにこれマップをね開くとまぁ、あ、ここでねまた、まあ、このね眠り草とかの再出現時間っていうのがリセットされているのでまぁ、あ、あとはこれを繰り返すだけですねまたこの眠り草とこの麻痺だけ取ったらまた15分待ち時間が出ちゃうのでアルマに話しかけてチャタカブラを受けてでそのチャタカブラのクエストでまた2個採取したら今度はクエストから期間を繰り返すことで15分の待ち時間なくね何回 でも取ることができますので、まあ、注意点としてはこのね捕獲用麻酔玉のアイテムポーチに入れられる数っていうのが8個までになっていますので8個集まったら1回ボックスに入れるって作業は必要になってくるので注意をしていただければなと思いますでこれに関しては他のね採取系も同じように集めることができますので例えば防眼の玉の素材とかねあとは罠のね素材とかを多く集めたい場合もこの方法をね使っていただけるといいかなと思いますご視聴ありがとうございましたこれからもモンハンワイルズの動画を上げていきますのでよろ よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイイ